歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが自身のブログを更新。2021年11月。この日、海老蔵さんは今日はたっぷり二人と話してと切り出し、二人も新たな目標を目指して今その整理をしていますと記し、長女、麗華ちゃん、長男、勸玄君が率先的に机に向かってノートに書き込む写真が映し出されていた。さらに、今日は晩ご飯の時からさっきまで数時間、ひたすら私の授業でした、と子供たちに熱く語ったことを綴り、何箇所もやる気スイッチ入れちゃいました、とお茶目に締めくくっていた。この投稿にファンからは、自ら何かを始めるスイッチを入れるのが親の役目なんですね。麗華ちゃん、勸玄君、やる気スイッチが入って熱心に頑張って偉い、とたくさんのコメントが寄せられていた。